世界2階級王者全米デビューを前に選別を受け取る WBA 世界ライトフライ級スーパーチャンピオン京口博人。最軽量級離れした破壊力とスピードを武器にデビューからわずか8戦で世界王座を獲得。2度の防衛の後、現在保持する WBA 世界ライトフライ級スーパー王座を獲得した。イギリスの最大手プロモーターと契約した無敗の男は3月にアメリカで防衛戦を迎える。僕のこれからのもう最後のボクシングキャリア注目してもらいたいなと思いますし、その前に先輩王者から送る拳のエール。元世界3階級王者八重樫東。こういう状況なんで、なんか自分にできることがあればもちろんやりたいですし、リングに上がれるっていうのもね、もうそれこそ人生の中でもうないかもしれないし、そういう意味では光栄なことだなと思います。14年にわたりプロ生活を送り、世界3階級制覇を成し遂げた。その戦いの代名詞は激闘。あの熱を日本に、そして後輩王者に送る。ボクシングを見ることによってこういい影響があればいいなと思いますし、そういうようなそのファイトを現役の頃からしてきたつもりだったので、その延長戦だと思って頑張りたいなと思います。僕が学生の頃からテレビで見ていたすごい素晴らしい選手なので、そういう相手とこう拳交えれるっていうのはすごい自分にとってもプラスになると思うので。いや、もう現役の世界チャンピオンなんで、相手務まるのかなと思うんですけど。世界複数階級王者が繰り広げるレジェンドマッチ。偉大なる先輩が熱い魂を伝承する。京口博人 VS 八重樫東。さあ、京口博人、そして八重樫東、夢の対決です。ただいま本日の第2試合レジェンドマッチ3ラウンドを行います。青コーナー、大橋ボクシングジム、35勝28勝16秒7敗、元 WBA 世界2番級王者、元 WBC 世界フライ級王者、元 IBF 世界ライトフライ級王者、八重樫東。リングに生きる生涯ボクサー、激闘を八重樫東復活です。赤コーナー、渡辺俊樹、14戦14勝9KO無敗、現 WBA 世界ライトフライ級スーパーチャンピオン、京口博人。ザ・ダイナマイトボーイ、京口博人。さあ、両者ともヘッドギアを装着しての戦いが始まろうとしています。現役バリバリの世界2階級王者、ダイナマイトボーイ京口博人選手27歳、そして昨年9月グローブを置いた元世界3階級覇者、八重樫東さん、いや八重樫東選手37歳です。さあ、第1ラウンド始まりました。渡嘉敷さん、まさに夢の対決ですね。そうですね、この激闘とね、当て感のいいこの2階級制覇と3階級制覇が戦うって面白いです ね。さあ、プレッシャーかけていきます。黒いトランクスが京口選手です。白いトランクスが八重樫選手。ボディ、左のボディ強烈です。畠山さん、左強いですもんね、ボディ。そうですね、八重ちゃん頑張ってほしいな。やっぱりその気持ちありますね。八重樫君、ミッド打ちのパンチ半端じゃなく強かったですからね。芸人対するとね、この3分がむちゃむちゃ長いんですよ。なんでね、なんとかこの3分3ラウンド戦いにしてほしいなっていう。まあでも結構がっちり調整してきたっていう話も聞こえてきます。悪くない、体もねできてるし、悪くないですよ、動きも。
竹原さんいかがですか。そうですね、やっぱり、ね、引退しても2年近いんですよね。そうです、頑張ってますよね。で、京口君ね、めちゃめちゃパンチあるんですよね、右ストレートが。だから盛らないようにね、気をつけないとダメですよね。先ほどからお互い左のボディもちょっと意識しているか、右のストレートを出していきました京口。白いグローブが八重樫、赤いグローブが京口選手です。馬力か当てかんかって感じですよね。あ、そうですか、ガンガンいってもらいたいね。右ガードの上からですがねじ込んでいきました。一つジャブ軽く放っていきます。飛び込んで左を刺すアッパーボディーだ。強いな。ボディ危ないね。内山君にひっくり返されてるからね。大丈夫かな、ボディ。もう治ってるでしょ。もう治ってる。アッパーからもう一つ左もアッパーでした。でもね、僕らはね、八重樫君に頑張ってもらいたいですけど、現役選手はね、引退した選手にね、結構差をつけないと恥ずかしいと思っちゃうんですよね。まあそれはあれですね。現役のプライドがあるよね。そうですよね、現役のプライド。まあどっちもぶっちゃけチャンネル出てくれてるからね。じゃあ、戸橋さんはどちらも応援っていう立場でいいですか。どっちも勝ってほしいしね。そうなんでね。まあ、お客さん喜ばしてほしいですね、それはね。まあ、しかし、京口選手は3月アメリカで、防衛戦を控えていますから、畠山さん、これ最高の走行エキシビションというか。そうですね、しばらく、ね、試合してないでしょうから、そういう意味で言うと、練習としては最高の、ね、舞台ですよね。そうですね、はい。まあ、本当はケンシロ君とやってね、お詫びマッチやってほしかったんですけど、あのファンの方からはそんな声もそんな声もあったでしょうね。リードのジャブからボディからアッパーにつなげます。しっかりガードしています。かなり近くなっています。ここは両者ともヘッドギアをつけての戦いです。飛び込んで右のストレートにつなげましたがボディでした。左フック合わせます。左ね、さすがトレーナーになってからやっぱり上手くなりましたね。お互いに左させてきました。右、ここで第1ラウンド終了です。いいですね。さあではここで、セコンドの声も聞いてみましょうか。もういい、これでいいんだけど。うんうんうん、面白い竹原さん、1ラウンドどう見ましたか。はい、左側で来るんですね。見てますね。何のアドバイスですか。ちょっと聞こえにくかったですけど、疲れとかそういうことどう見ました。1ラウンド久々の3分間やいがし筋肉の張りがすごいね。やっぱり何階級も上がった、ね、筋肉だよね。すごいね。だるくなくない。セコダさあ第2ラウンドが始まりました。白いグローブの八重樫選手は2週間後38歳の誕生日を迎えます。パンチまとめていきます。早い、いいパンチですね。アッパー2つ、ボディーアッパーお互い返していきます。ハンドスピードはまだまだ現役並みだね、八重ちゃんは。いや激闘だからどんどん行ってほしい。おお、ナイスアッパーですね。やっぱな、今のアッパーちょっと効いたか。あ、もう一つアッパー返していきます。ボディ強烈な左、額をつけ、八重ちゃん肩上げろ、肩上げろ。さあここにもセコンドからの声が聞こえてます。畠山セコンドです。確実に打ち込んでるね。おー、ワンツー、右のストレートにつなげました。だんだんチャンピオン京口君上げてきたね、ギア。あ、そうですか、最後は左ボディにつなげました。まあね、1ラウンドまではね、八重樫君ごまかすることができるんですけどね、2ラウンド、3ラウンドなどでスタミナがねきつくなってくるんだよ ね。いやいや、スタミナあるはずだよ。激闘はまだまだ生きてるよ。ここからですか。けどここからきついんだって。やってみなさいよ、自分で。大丈夫大丈夫、だってまだ20キロぐらい走ってるんだから走ってないよ、走ってないさあ最後は左のボディフックにつなげていくという京口選手です。右のアッパーもそうだ。あ、いっぱい出したね。いいね、これヘッドギアつけててもね、効くんだよ、うん、左ボディ返してきました。一つ八重樫ボディ、左右のボディ、シャー、合わせ鏡のように返していきます。戸橋さん、同じ攻撃返しますね。ねえ、いや、腹打ってるってことは相当腹立つってことですね。意味がわからない
いけいけ、ここで左前ぐらい。お互いにボディ打ちうまいですよね、うん、レバーのボディ打ち。あ、そうですか。はい、あ、ここです。高いね。押し合いになります。うわぁ、ストレートで。ボディ打たれとね、これ血のおしっこ流すからね、危ないよ、こんな危険なスポーツやめた方がいいんじゃない。とこともこもないですよ、言ったら。とかつきさん、盛り上げていきましょう、このイベントは。そうかそうか、じゃあどんどん血出そう。バンバン打って生配信です。あ、そうか。アッパーにつなげます、左。いや、お互い機体が付き合わせるように先ほどから攻撃出してきます。偉いよね、チャリティーのために体粉にしてるからね。確かにそうですね。ガード下げましたよ。いや、うん、バンバン行って、バンバン。さあ、攻めさせて何を狙っているか、京口。ギャイちゃんはね、温存してるな、これ。最終ラウンド3分動くためにちょっと温存してるね、これ。強烈なボディ、ね、いやいや、スタミナあるって、ギャイちゃんまだ。アッパーから入っていた、この顔面です。いや、最後に残っと残してる。ジム終わってからまた居酒屋経営してんだから大変だぞ。スタミナあるはずだよ。今実は運送会社も経営されて、運送会社もやってる。ボクサーのためにこう仕事もっていうところも考えてらっしゃるんですね。さあ、第2ラウンド終了です。畠山さん、先ほどなんて言ってもここからきつくなるんだよって言ってた第2ラウンドでしたね。そう、なんとかね、2ラウンド終えて、まあ最後の1ラウンドにスタミナ取っておけばますよ。最後多分打ち合いますよ。最後すごいと思うね、激闘バンバンする。最後行くと思うよ。最後は行くでしょう、やっぱ2ラウンドちょっと抜いてましたもんね、うん、いやいやちょっと温存したな、スタミナ。さあ、これが2ラウンドのリプレイのシーンになります。高田さん、一方の京口選手はどうでしたか。京口選手はね、あのやっぱ的確の左右アッパーしっかり当ててましたよね。今日一応動きがいいということは夜の生活ちょっと抑えてるんだよ。抑えてるんじゃないの。だいたい伸び歩いてるっていうか。お隣の畠山さん、はい、お願いします。セコドセコド。さあ、最終の第3ラウンドです。どうぞ最終ラウンド、大きな拍手をお送りください。ギャイちゃん頑張れ、ゲイゲイ、やらかしい、頑張れ、2人とも倒れろ。うわ、お互い出てくる、バンバン行け、バンバン行け。この狭い空間で打ち合います。いやー、来た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 、ラスト1ラウンド。うわ、いいよ、激闘、行け、頑張れ頑張れ。ほら、食べた。うわ、恐怖すごい。おー、すごいね。しかし下がらないヤイガシ。いや、壁みたいだね、ヤイガシ君もね、すごいね。ショートパー、いいね、いいね。おー、いいよ。うわー、返していきます。来た来た来た、いやいや、下がらない、激闘前に出る。すごい、京口くんも下がらないの、これ痛い痛い痛い。うわー、返していきますね、右のフック顔面。お互い出してきた。うわー、すごい。いや、引退しても大したもんだな、まだまだいけるな。全く下がらない、もらいながら出てくる。しかしボディーに、うわー、非常なまでの2つ。まだいけるよ、まあ、渡嘉敷氏も来ないか。遺跡ですか。遺跡させて金儲けよって。おー、来た来た。最後フック、ここを入れていきます。おー、京口くんもいいね。さあ、残りは2分を切っています。頑張れ、やりちゃん。うわー、すごいですね。すごいすごいすごい。いや、畠山さん驚きますね、このスタッフで。いいですね、素晴らしいコンビネーション、いいですね。手数出てきましたね。いやー、しかし京口の左、今の左ボディ効いたから。右の顔面から左ボディフックです。おー、ゲーな、現役さながらの打ち合いですね、これ。本当だ、打たれても打たれても前に出る、ね、距離を詰めて積極的に打ち合う、これ京口選手もそうです。あのブタロー戦のボディの上下の打ち負けです。アッパー、痛い痛い、京口選手も打ち合ってますよね。そうです ね、 ね、もっと距離取ってね、戦えばいいのに。それは先輩の心意気に応えてるんでしょう。あー、そうか。おー、うわー、目にできた、このストレート。京口が本当は嫌いだって言ってたもんね、相手。そんなことないか、そんなことないか。ああ、痛い痛い痛い。ここも始まります。これ押し勝とうかという、押し返そうかという相手。ラスト1分。さあ、1分切りました。ラスト1分。よー、おー、いやー、激闘です。おー、激闘で当てさせたら危ない。最後のフック。いや、拍手が聞こえてきます。おー、勇気をもらえるね、ある激闘。すごいボディだ。素晴らしい素晴らしい。左入れ返しました。京口くんもアッパー狙ってる。ほらほらほら、それでもまだ打ち返す。素晴らしいテクニック技術。いいね、あんまり打ち返すと運送業大変だ、運送業が。いいね、いいね。さあ、30秒切りました、残り時間です。まだギア上げるか。まさに激闘。うわー、右を入れた、カウンター。どっちも打て、どっちも倒れろ。右を入れた。うわ、すごい。ストレート、ー今捉えました、顔面しか下がらない。これダブル入れた、打ってこいと、京
ダブルノックダウンみたいね。アスカ右のフック返してくる。世界チャンピオン前に出ます。現役が前に出る。3月アメリカで防衛戦を控える京口、ここで試合終了。素晴らしい。素晴らしい。ナイスファイトですね。竹山さんどうでしたか。すごかったですね。現役を彷彿させるようなそういうファイトでしたね。大将だって現役2階級のスーパー王者でしょ。3階級でやめて居酒屋やって運送やってんだから大したもんですよね。ここまで動けたらね、またカムバックしたくなっちゃいますよね。本人がそういう気持ちになるかもしれません。なると思いますよ本当に。さあ両者の拳が上がります。素晴らしい。京内宏斗、そして八重樫明。いやー、よかったね。勇気もらったね、勇気をね。さあこれリプレイのシーンも見ながらですが、武田さん改めてこうどういう攻防が面白かったですか。そうですね、やっぱりね、左右のアッパーの、ね、的確なに入ってましたからね、ボディ打ちお互いに、まあ、あとは1対1の打ち合いなんで。そうですね、はい。なんか畠山さん本当に真っ向打ち合ってました ね。最後はもう得意のノーガードの打ち合いですよね、八重ちゃんはね。竹山さん途中でもうセコンドになってました。さあこの後両選手の声も聞けると思います。京口選手は3月にアメリカでの防衛戦を控えます。まあ、最高極上の走行エキシビションでした。さあ、八重樫選手今マイク持ってくれたようですね。八重樫さん、どんな戦いでしたか。疲れました。大先輩の3人の世界チャンピオンの方の口なんだか文句なんだか分かんない文句じゃないよ、激励ですよ、激励。ありがとうございます。なんとか戦い抜くことができました。ありがとうございました。ちゃんと聞いてんだな。畠山さん途中で声援もしてましたね。ちょっと声もかけてあげてください。八重ちゃんお疲れ様でした。素晴らしいファイトでしたよ。あ、ボス。ご苦労様でした。いや、京口君にも声かけてくれよ。さあ京口選手、はい、改めて八重樫明と戦ってどうでしたか。とにかく今回会場にコロナ禍の中で駆けつけてくれたファンの皆さん、テレビや携帯の前の、視聴していただいているファンの皆さん、今日はありがとうございました。八重樫さん引退しているのに本当に胸貸していただきありがとうございました。本当にめちゃくちゃいい刺激いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。京口選手、はい、3月には戦いが控えてますね。はい、自分の中で今回のこのイベントっていうのは僕の中ではすごい大事な一日で、アメリカでの防衛戦の前っていう大事な時期かもしれないんですけども、本当にレジェンドの八重樫さんが本当に選別っていう形で僕は、ね、胸を貸していただけたので本当に感謝の言葉しか、はい、出ないですね。ありがとうございます。改めて京口宏斗選手、そして八重樫明選手に大きな拍手お願いします。ありがとうございます。 あとお三方のレジェンドの僕世界チャンピオンの皆さん、今日はありがとうございました。おめでとう。頑張ってくださいね。アメリカまた防衛してくるので、はい、帰ってきたらまたぜひコラボしていただけたら、はい、よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。頑張ってありがとうございます。ファンの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。いや、いいですね。よう手は出るわね、口は出るわ、すごいね。お三人の YouTube のもう常連レギュラー選手と見ていいんですか。二人ともね、最高ですね。はい、まあ、いつかその YouTube チャンネルに登場してくれるのも楽しみにしています。はい、さあ京口選手は3月アメリカで防衛戦を控えます。